にちは。こんにちは。豊さん、はい、まあ、以前動画でその開幕から1ヶ月経ってセパともに各チーム気になる選手っていうのを豊さんがちょっとピックアップして、はい、やったね、はい、やりましたけれども、まあ、もう8月も、ね、終わりに近づいてきて、ここで豊さんが、まあ、8月でもいいですし、まあ、2ヶ月開幕してなんかこう気になった、それぞれの、まあ、気になるっていうのはさ、はい、各チームのやっぱり4番だよね。これはやっぱりあのチームの顔だし、はい、中心になる選手でしょ、はい、その選手たちがどういう活躍をしてるかだよね、うんうんうん、で序盤っていうのはこうなんていうの、うん、開幕ダッシュをつけるのに、はい、どういうふうな選手が活躍してるとか、うん、まあ、例えば DeNA で言えば梶谷だとか、はい、まあ、柴田の守備とかさ、うん、そういうピックアップしたと思うけど、はい、やっぱここに来てゲームがある程度落ち着き、これが終盤に中盤終盤にも持っていくのにやっぱ4番がどうなのかっていうことは気になるよね、各チームの、はい、あ、じゃあセパともに各チームの4番の、うん、例えば8月の、うん、まあ、調子だったり、うん、っていうのをちょっと見ていきますか、まあ、そうだね、はいはい、そしたらじゃあ今回はちょっとセリーグから、セリーグ、はい、はい、じゃあセリーグまず巨人岡本、あ、岡本和真選手、岡本はやっぱりこう一皮むけたというかさ、打ち方が全く変わったというかね、引っ張るときと流すときっていうのの打ち方を変えてるしね、はい、でそれも一つの技術だし、で変化球を巻き込んで打つっていうこの打ち方っていうのが素晴らしく良くなったよね、うん、だから8月の18日か、はい、あの菅野が完封して岡本の1本のホームランで勝ったという、はい、4番が打ちエースが完封するというね、うん、まあ言えば心強い、そうですね、他全く打ててないんだけど岡本だけは気を吐いたというね、うん、やっぱそれが4番だよね、うん、だからそういう意味では岡本は本当に4番らしくなってきたし、はい、他の選手はいろいろ打順が変えられてるのに岡本だけは変わらないというさ、すごいですね、だから原監督の信頼度もすごく高いんだと思うよ、うん、だからこのまま岡本は行くでしょ、あの落ちずに今シーズンそのまま行きます、俺の予想では打点を取るなっていうふうに思ってるから、はい、まあ、そのまま順調に、うん、まあ、ホームランと打点っていうのが両方ついてくればいいけどね、はい、うん、で特に注意するところっていうのはじゃあ岡本選手にはないですか、あんまりない、ない、ただね、やっぱ他の調子が悪くなってくると、はい、岡本一人になるでしょ、はい、そしたら勝負を避けられるっていうことが出てくるんだよね、うん、だからそこだけはやっぱこうジャイアンツは気をつけておいた方がいいよね、そこだけ、だから岡本の後ろを打つ人間が大事だということだよね、うん、じゃ続いて DeNA 佐野、はい、佐野はちょっと疲れてきてるかもわからないよね、うん、でも呼ばなしい働きをしてるっていうのはやっぱ率も残してるしね、はい、で自分が4番っていうふうにあんまり思わない方がいいよね、つなぎの4番っていうふうに、はい、繋いでいく4番だっていうふうに思ったら最後までいけると思う、うん、で率も高いし、で、まあ、勝負どころでも割と打ってるし、はい、ホームランも定期的に出てきてるから、うん、だからそれはもうよくやってるとしか言いようがないよね、うん、ただやっぱり自分が4番だって思い込み出すとやっぱ大きいのも欲しくなるしね、はい、だからそうじゃなくてやっぱつなぎの4番なんだっていうふうに、うん、今年は徹した方がいいと、そしたら今年はね、はい、うん、だから来年からはちょっと形を変えてもいいわけだから、はい、だからそういう意味ではあのつなぎの4番っていう風にね、うん、だから岡本と佐野の4番の意味合いっていうのは全く違うということ、うんうん、だそこを意識しとけば、はい、少 楽にいけると、うん、そこをじゃあ注意するそうだ、ね、ってことですよね、はい、さあそして阪神は大山、大山選手、大山波があるからね、波があるけど今年最初スタート使われてなかったからね、はい、それ考えるとやっぱその昨年とか一昨年とか使われてた意味っていうのが今年結果としては出てるよね、はい、割と勝負どころでも打ってるし、うん、ただもう少し安定感が欲しいかなっていう、その安定感っていうのは4番としてのその安定感ですか、役割の、まあ率が低くてもいいんだけどさ、はい、勝負どころで必ず打ってくれるとかさ、はい、まあ、そういったところで言えば、まあ、少し安定感には欠けるけど、でも俺は最初のスタート計算に入ってなかった選手だから監督の、はい、
だからそれから考えると俺は大山はよくやってると思う。さあそしてヤクルトですけれども、村上ね、はい、村上はいいよね。いいですよね、うん、ただ角度が上がらなくなってきてるね。それは何ですか。だから上げようとするばっかりね、上がらないというか、はい、ちょっと力みもあるし、うん、でも安定して今年は成績は残していくと思うし、はい、こう率も残していく、うん、ただその率を求めるのか、例えばホームラン打点にこだわるのかっていうとちょっと違うんだよね、うんうん、率にこだわると広角に打ってなんていうの、ツーアウトランナーなし、はい、4番何が欲しい？いや一発。そうだよね、はい、だから率にこだわるとそれがセンター前だとかレフト前に行っちゃうんだよね。あ、そうじゃなくてやっぱここツーアウトランナーなし、はい、一発狙ってやろうみたいな、うん、そういうものが欲として出てくれば、うん、欲としては出るあるんだろうけど、はい、角度が上がらないんだよね、ここのところ、うん、それは上げようとするばっかりに上がらないという、うん、だからそこをもう一つ超えた技術を身につけてほしいなと。村上選手に、うん、確かに今年はものすごい成長度だよ、はい、例えばこうボール球を振らなくなったと か、 だから我慢も覚えた。だけどもう一つ上に行くにはそういった欲との戦い、うん、それを制してほしいよね。ここで一発が欲しい、一発を狙ってのボンダなのか、はい、それともヒットを狙いに行った時のボンダなのか、そこら辺をやっぱもう少し考えると、はい、もっと成長する、そんな感じです。まあ、村上も岡本と最後まで争いができるといいよね。もう周りに刺激も与えるしね、はい、だからすごく成長してるんだけど、うん、村上にはもっとなんか大きな可能性がある、うん、岡本もそうだけど、はい、なんかそういう、まあ、三冠王とかね、うん、そういう可能性がある。だからもう一つ向けるには、はい、だからそのボンダの仕方だよね、うんうんうん、そこら辺をもっと貪欲に考えてくれると、はい、もっと成長するかなと思う、ね、はい、さあ続いて中日ですけれども、はい、ビシエド、はい、ビシエド打たなかったらチームは弱いしさ、うん、打ったら強いしさ、もうビシエドにかかってるんですか、うん、でも チームのことを考えるとさ、はい、8月に入って防御率って中日は一番いいのかな。中日あの8月いいんですよね。めちゃくちゃいいんだよ。今時点ですけど最下位脱出しましたしなあ、はい、だからそういう意味ではやっぱビシエドありきっていうこともあるし、うん、まあ、ビシエドは首位打者取ったこともあるしね、はい、で名古屋ドームっていうことを考えるとホームランっていうのはなかなか難しいけど、はい、まあ、打点っていうのもチャンスがあるしね、うん、だからそういう意味ではビシエドがしっかりしていくと中日は上がっていくっていうことだよね。そうですね、うん、そして最後広島ですけれども、鈴木誠也、はい、まあいいんだけどね、はい、だけど攻められ方によってはなんかすごい淡白さも目立つんだよ、うんうん、ところが、はい、まあそれはその打席の中の読みなんだろうけどさ、なんか外にこう投げられた時もう淡白に終わっちゃう時っていうのはあるから、はい、だからそれがなくなったらもっといいかなって、うん、まあよくやってるよ、はい、各チームの4番って今年は、うん、で鈴木誠也もよく頑張ってると思うよ、はい、だけどその淡白な打席がすごい目立っちゃう時があるから、そのムラがあるっていうこと、まあ、ムラっていうよりはちょっと考えてること読みが全然外れたっていう時なんだろうけどさ、はい、だからそこら辺がなくなってくると、うん、もっともっと良くなるかなと思うよね、うん、まあ、セリーグね各チームの4番をちょっと振り返りましたけれども、うん、みんな今年はよくやってるよね、はい、そうですよね、まあ、岡本にしろ、うん、佐野にしろ、うん、村上にしろ、はい、もうあそこに回せっていうことになってくるとね、うん、まあ、若手の4番も頑張ってるし、はい、まあ、大体若いのか、そうですね、若い方が多いです ね、そうですね、昔やっぱ4番っていうと中堅クラスっていう、なんかチームの責任を背負って立つというかさ、うん、そうですそうです、まあ、そんな感じがするんだろうけど、はい、だけど今2番最強説とか言われてて、はい、4番がフィーチャーされなくなってきてるからね、はい、そうですね、うん、でもやっぱり打線を組むときに、うん、じゃあ誰を4番にするかっていうのが一番重いよね。そうですよね、それは変わってないですね。そういう意味ではこの若手たちがよく4番をこうしっかり務めて頑張ってるっていう風なことが言えるシーズンだと思う。そうですね、
セリーグはね特にね、はいはい、じゃあ次回はちょっとパリーグの4番を見ていきましょう、はい、はい。